大田市、ご北上氏の家臣。伊達城上主。通称は余兵。伊達房成なりとも。妻は、足利義氏の家臣、相馬遠右衛門の娘。関西重修諸家府によれば、父は、伊達宗晴するが伊達氏とされるが、関西重修諸家府によれば、伊達正光が、北上氏康に仕え、その子の胸晴は、今川氏ついで、徳川家臣であった。 小笠原信沖配下の皇天人衆として、姉川の戦いに従軍し、姉川七本槍に数えられた。後徳川家康の次女の徳姫が、天正11年8月に、北条氏直に嫁いだ際、同行して、北条氏三家に入ったと伝わる。埼玉明治時点では、安房国出身の出稼ぎ衆で、家康に仕えたとされ、関八州古戦録では、 宗張は、暗望国鶴が谷の八万宮の神職の子であると、されている。また、皇天神城の戦いの後に、甲斐、武田氏の武田勝頼に降るが、小田原法上氏に仕え直し、法上氏滅亡後は、結城秀康に八百国で仕え、大阪の神で、松平忠直の越前福井藩が、真田幸村の真田丸を攻めた際に討ち死にした、子孫は、津山藩氏、 とする資料もある。家紋は、竹に鈴め、盾三飲料、カニボタン、供養であり、多数の家紋を使用した、欧州の伊達氏と同一である。宗春の子息とされる、某日は、北条式揮下の大田氏の配下となった。永禄三年、伊達城が築かれる。大田氏望が、岩月城主となるのに伴い付け家老となる。天正十七年には、花林山寺恩寺に、 南蛮鉄道路を起進。天正十八年、豊臣秀吉による小田原征伐に際して主君、死亡が小田原城にこもったため、某日は二千人の兵と共に岩月城に牢城した。千人余りの死傷者を出しながら奮闘したが、二万人の豊臣軍に攻められ落城降伏した。同年、徳川市に召し抱えられ、江戸三番町角屋敷を与えられた。 天正19年、武蔵国に足立軍250国を与えられ、丘陵である大和田村を治療した。その頃に、伊達城は破却され大和田陣屋を構えた。後に、日立国鹿島軍200国を加増され450国となった。官営3年5月19日死去し、江戸屋中林寺に葬られた。葬名美樹。ま光宗春、さみつむねは 勝ツ女、勝信、ナ。カツ清塞イコール某進むイコール、正春イコール聖誉れ正則聖は余兵、精神。輝き衆茂曽根聖刀、某実る正勝ふさじ。大田市の支配下にあった、岩槻城の市場としての伊達城の築城、とされる都市は、永六三年とされているが、伊達ふさみが築城したかどうかは資料にない。永六十年説。 天正十年説、天正十三年説がある。ただし資料によっては、岩月城の戦闘員はすべて戦死している。ありがとうございます。